こんにちは、睡蓮のウクレレ大正ロマンです。はい、今日も始まりました。パチ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 。はい、今日はですね、ペチカですね。寒くなってきたのでペチカとかいいかなと思って、はい、で帽子もちょっとふわふわのこんな帽子にしてみましたですね。はい、でペチカも燃えるよっていう歌詞とかで、なんかちょっとよくわからないんですけど、ちょっと法王様みたいな感じで、も日の鳥っぽいのかなとか、ちょっと勝手にねこんな感じで法王様いらっしゃいますけどね。はい、じゃあ行ってみましょうかね。今日はちょっとなんか変なね、 C メジャーセブンとかね、ドの次の C で、これで C メジャーセブンなんですね。ちょっとおしゃれコードとか言われているやつで、前回法でC6 ですね。C6。はい。こういったものを使っていきますのでね。で、最後に F マイナーですね。こういう感じ。1、1、1、2みたいな。そうね。あ、1、1、3だ。1、1、3。1、1、3ですね。はい。で、こういったものも使っていきますけれどもね。はい。では行ってみましょうかね。雪の降る夜は楽しい、ペチカペチカ燃えろよ、お話ししましょう。昔昔よ、燃えろよペチカ。雪の降る夜は楽しい、ペチカ燃えろよ、表は寒い、クリアクリアと呼びましょう、ペチカ。雪の降る夜は楽しい、ペチカ燃えろよ、地域春来ます、今に柳も燃えましょう、ペチカ。はい、まあ、5番まであるのでちょっとこの辺で切りますね、長いので。はい、こういう感じで、なんかあれなんですよね、北原白秋様と山田耕作さんのコンビ、この道のコンビなんですけれどもね、このお二方、まあ、北原白秋様のこだわりがあるのかもしれないんですけれども、もう言葉のアップダウンそのものにこう曲を作っていくので、はい、山田耕作様がもう天才的に、もうこれ天才だなと思うんですよね。突然普通に C で始まってマイナー調になって、いきなりなんか CF マイナーが来るっていうね、ほーなんか天才とか思ってしまうんですけれどもね。でなんか恐れ見よとか、この後また出てくると思うんですけど、その時もね F マイナーって出てくる、 C から始まって F マイナーとか出てくるので、まあそういった外国に接している山田耕作様ならではの F マイナーなのかななんて思っていますね。海外に留学されたりとかこの方はされているので、そういう感じで、はい、こういきなり F マイナーでこうこうってなんか感動するっていう風に持っていっているのかなとかね思ってしまいますけれども、まあこれは幼稚園とかね、小学校の低学年の時にね、テレビなんかでよく歌のお姉さんが歌っていたので覚えた歌ですけれどもね。はい、じゃあ、山田耕作様のこの雪の降る夜は、ここ C だけでも大丈夫ですね。でもなんとなくこうニュアンスを出すのにちょっと C メジャー7を使ってみましたのでね、よろしければそういう感じで弾いていただければと思います。じゃあもう一回2番ぐらいまでちょっと弾いてみましょうかね。雪の降る夜は楽しい、ペチカ燃えろよ、お話ししましょう。昔昔よ、燃えろよペチカ。雪の降る夜は楽しい、ペチカ
近燃えろよ表は寒い、クリアクリアと呼びますペチカ。はい、ではですね、ブログを説明欄から行かれますので、歌詞とコードをゲットして弾いていただければと思います。では睡蓮でした。さよなら。